サラバンジタより、はい、誰が呼んだか心優しきパンクロッカー山田バサラヤイビン。今日はですねちょっとスペシャルな空間に来てるんですが、場所はですねじゃあ日和ちゃんに聞きましょうか。日和ちゃん、はい、こちらどこでしょうか。ここは一般社団法人未来っていう事業所の、サウンド班の部屋になってます。サウンド班、はい、住所でいうとこれは龍大の近く、ね、琉球大学の近くね、はいはい、びっくりしたんですけど、今日初めて事業所っていうの、はい、サウンドハンガーのね、はい、え、これはパラフレーズのこう班なの。はい、所属しています。ここで、まあ、平日、はい、平日、はい、練習してます。したりとかいろんな作戦会議を練ったりとか、はい、ですね。約4時間ぐらい。すごい。キリリン君、今度ね、はい、僕の大交流会、3月28日、はい、まあ共演で、しかも一緒に曲やりましょうということで、そうですね、連絡取り合って、で今日、はい、この作業場、はい、ここでやりましょうかって言われてびっくりしました。本当にこうスタジオですね。スタジオですね。ね、音響機材もいろいろ触ってるので、もうここで何年ぐらい、このサウンドハンっていうのは。もうパラフレーズ結成と同時ぐらいだから8年くらいかな。8年ぐらい、うん、こういう空間があるとなんかプロですね。プロみたいってのプロですね。ありがとうございます。すごい。今日そう、はい、まだ曲名は伏せときます。はい、伏せときます、ね、一応ちょっと流して、ね、大体分かる人は分かると思うけど、ね、まあね、楽しみにということで、はい、僕の曲オリジナルソング、はい、そしてパラフレーズのオリジナルソング1曲ずつやってみましたけども、はい、じゃあまずは日和ちゃんから、はい、今日初めての練習どうでした。うん、なんか自分たちのオリジナルソングがまたバサラさんが加わることでまた違う、なんていうか雰囲気になりましたし、でバサラさんのオリジナルソングはもう初めてのジャンルってことで、でもそれはそれでまた勉強することもいっぱいあるけど、まあなんか楽しかった、やっててセッション、あ、これがセッションっていうんだな。ね、楽しかったね。キリリン君はどうでしたか。自分もね、あまりなかなかねパラフレーズとしてしかやってこなかったので、うん、誰かとセッションするというのがあんまり経験がないので、うん、大丈夫かなって言ってたけど、ね、全然やってみたらすごい楽しかったし、ね、いい新しい、ね、ジャンルの、ね、幅も広がってすごい良かったです。ありがとうございます、ね、本当僕もの大交流会っていうタイトルはやっぱりみんなと交流したいっていうのがあったから、うん、もうこの音で今回セッション、はい、いい感じにできるように、はい、もうめちゃめちゃ楽しみにしてますんで。はい、あと本番まであと2回、そうです ね、はい、ね、皆さん期待しててください。3月の28日の木曜日、はいはい、大交流会やりますので、はい、パラフレーズと山田バサラオリジナルソング1曲ずつ2曲やりますので、はい、めちゃめちゃ今日実は反対側にですね、そうパラフレーズのメンバーのね、はい、ジージーとスムーズがいるんですけども、はい、2人とも聞いてて、あ、いい感じになってるよっていうことで、うん、いろいろコーラスもアドバイスもらったりとかしてますんで、はい、最高のユニット、あ、最高のメンバーにしましょう。はい。ね、今度は。はい。じゃあ、ということで、はい、まあ、これからまたね、本番に向けて時々出ると思いますので、はい、どうしようか、今日、じゃあ、ひよりちゃんに、はい、今日も一日、サラバンジって言ってもらっていいですか。はい。じゃあ、僕、毎日言ってるの分かる。はい。見ても、ね。ありがとうございます。じゃあ、今日は、レイディーで、ひよりちゃんの方で、今日も一日、サラバンジで、はい、お願いします。今日も一日サラバンジ。サラバンジ。今日も一日元気でー。バイバイ。